こんにちはメンタルコーチのシモンです今回は遺伝によって幸福の50%は決まっていると言われるセットポイントについてお話をします少しショッキングな内容ではあるんですがただ変えられないところが50%あったとしても変えられるところも50%あるという話になっていきますのでそこも踏まえてどのようにすれば幸福な人生を歩めるかというお話をしていきます幸福の50%は遺伝で決定残り50%を高める行動 僕たちのの幸福度というのはセットポイントといいいうふうな基準値がが決ままっているというお話があります。ポジティブな出来事があってもいずれそれには慣れていってセットポイントの基準値に戻ってくるネガティブな出来事があったとしてもその後次第に慣れてきてセットポイント基準値に戻ってくるというふうな幸福度の考え方です。 確かに言われてみれば、毎日変わらない生活の中で楽しく暮らしている人と、毎日変わらないなぁということについてつまらないと不幸に感じている人って確かにいるような気はしますね。僕も変わらない日々というのはつまらない、ちょっと不幸せだなぁと感じてしまう方なので、この遺伝的なセットポイントというのはちょっと低めなのかもしれません。 もともと遺伝的に幸福の基準値が高い人低い人というのがいるのでどうしてあの人は幸せそうで自分はこんなに幸せを感じられないんだろうと思ったとしてもそれは遺伝の差があるかもしれないんですねただあくまで50%というところなので残り50%のところがあるわけですこのセットポイントの考え方では幸福度というのは3つに分けられます50%が遺伝40%が意図的な行動 10%が環境ですね。なので僕たちが変えられるところでいくと意図的な行動。自分の行動によって幸せを手に入れることができるっていうところが40%。あと環境の変化をすることによっても10%上がるよっていうふうなお話になってくるんですね。ただ今回のセットポイントの話を聞いて幸福度ってこんな簡単にまとめられるのと思われた方もいらっしゃいませんか実際にはこのセットポイントというのはちょっとどうなのというふうな反論もあるんですよね。 例えば、ポジティブな出来事とネガティブな出来事があっても、いずれそれが元の基準値に戻っていくと言ったとしても、そのポジティブな出来事というのが、愛する人と一緒に暮らすであったりだとか、自分の好きな趣味を見つけるであったりだとか、自分の人生を今後変えるような出来事があるとなった場合には、やはりその幸福感というのは長続きする。なので、基準値に戻ると言っても、どこまでがどうなのというところが正直あるんですよね。 あと最近の科学では学習や経験などによって脳自体が変化するとも言われているんですね脳の神経過疎性といって生涯にわたって脳自体が変化していくというところがあるのでこのセットポイントの考え方もちょっとどうなるかなというところはあるんですねただ変化するにしろ50%ではないにしろ遺伝による幸福度の影響というのは大きいのでこの意図的な行動環境を変えるというところはやはり大切にはなってきます このセットトポイント幸福度の基準値を変えていくとなってくると一度だけの出来事ではなくてそれがが持続続的ににくくってっててこと大切なるんですね自分が今まで食べたかったとても美味しいケーキを食べたというような一つの出来事であればその後元に戻ってしまう可能性がとても高いんですねそうではなくてもっと持続的に続くような行動でポジティブになっていけばこのセットポイントを底上げして人生の幸福度というのが上がってきます ポジティブな効果を長続きするとなってくると一番おすすめなのが習慣化ですポジティブな行動を長続きすることができるので幸福の基準値があったとしても習慣化によってそれを底上げすることができます人生の幸福の40%を底上げ習慣は幸福感を高める幸福度を高める習慣ということなんですがポジティブな方向に向かっていく習慣を作っていくという話になります 基本的には同じ日々が続いてしまうと幸福度が基準値のセットポイントに戻ってしまうので自分がポジティブな方向に変わっていく習慣化を作っていくってことが大切ですそれは0から10という風なポジティブな状態になるのではなくて0から1、1から2、2から3という風に少しずつポジティブな方向に向かっていく習慣が大切ですこのように変化をつけることによって幸福の基準値が低かったとしても幸福度を高めることができます 今現在このセットポイントというのが高くて、自分は慣れた状態でもある程度幸福だよという方は、さらにそれを高めることができます。ポジティブな習慣化によって幸福の基準値であるセットポイントを高めることはできます。ただ、習慣化と聞くと行動だけというイメージがあるかもしれないんですが、思考の習慣も大切です。例えば、完璧主義を改善するであったりだとか、感情を受け入れる自分を大切にするというふうなセルフコンパッションも役に立ってきます。 今回セットポイントで意図的な行動というのは40%とお伝えしたんですが、偶然にも僕たちの一日の行動の40%って習慣による行動なんですよね。基本的には習慣による行動というのは省エネモードになるので脳が疲れにくい行動になってくるんですね。なので自然といつも通りの行動をしてしまう。現状維持な行動をしてしまう。だから安心感があるっていう風うに人は動きやすいです。 ちなみにこの1日の40%が習慣による行動というのは、リューク大学の2002年と2006年の研究で分かっています。つまり、今回の幸福度を考えないとしても、習慣を変えずに生きていくか、それとも習慣化テクニックを手に入れて習慣を変える力をつけていくかとなってくると、人生の約40%の行動を運に任せるのか、それとも自分でコントロールしていけるのかというところが分かれてきます。 なので幸福感を高めるにしろ自分が思った人生を歩みたいと思うにしろどの道習慣化テクニックというのはとても役に立ってきます習慣化がとても重要幸福感を作る5つの要素今回はさらに習慣化によって幸福度が上がるよというところをもう一つお伝えしておきますポジティブ心理学の父と呼ばれるセリグマンの幸福感を構成する5つの主な要素というところにこの習慣化というのがとても役に立つからです では幸福感を構成する5つの要素とは何なのかとなってくると、まず P というのがポジティブな感情です。ポジティブに考えるではなくてポジティブな感情が湧くことですね。次の E がエンゲージメント。これは何かに没頭するというものです。3つ目はリレーションシップ。これは良好な人間関係です。4つ目はミーニング。その行動に意味や意義を感じるか、人生に意味や意義を感じるかというところです。 五つ目の A はアカンプリッシュメント。発音がどこまで合っているかちょっとわからないんですが、達成感というものです。つまり僕たちが幸福感を高めるには、ポジティブな感情を持って今していることに没頭する。その中で良好な人間関係を持って自分の行動や人生に意味や意義を感じて、その中で達成感を味わっていく。これが幸福感というものにつながってくるよという話です。では習慣化がどのように役に立つかとなってくると、 5つ全体に役立てようと思えば役立てることができるんですが今回は3つに絞っていますまずポジティブな感情ですねこれから自分で習慣を作っていこうと思う時って自分の何かの目標を叶えるであるとか自分がポジティブになっていく方向で習慣を作っていくと思うんですねなので習慣化ができるようになったら自然とポジティブな感情が生まれやすくもなってきますあとは E の没頭ですね この没頭というのは集中を超えた集中というものであのフロー状態と呼ばれるものですね。ミハイ畜生とミハイという方が提唱したものになるんですが、習慣化というのは没頭しやすくなる効果があります。なぜかというと、習慣化された行動というのは意識した行動ではなくて無意識の行動になってくるんですね。この無意識の力を借りることによって強い集中状態、没頭状態に入りやすくなります。あとは A の達成感ですね。 習慣化をすることによって運動であれば筋肉がつくであるとか体力がつくあるいは大会などに出て勝つなどもありますしダイエットであれば痩せるであるとか体が綺麗になっていく肌が綺麗になっていくっていうのもありますよね。勉強の習慣化だったり仕事の何かの習慣化だったとしてもそこで資格が取れたり何かに合格したいだとか仕事でうまくいくなど達成感というのも味わいやすくなってきます。 しかも習慣化すると脳が省エネモードで達成感が味わいやすくなってくるのでとても便利なんですよね。ここまでたっぷり習慣化のメリットを伝えたところで僕が一番使っている習慣化テクニックをお伝えします。僕が使っている習慣化テクニックっていうのはその行動自体がやりたくなって楽しくなって続けてしまうというふうな方法をとっています。ノーベル賞学者が教える方法でポジティブ感情が高まる。 僕は2年前まで運動を続けることがなかなかできなくて、散歩を続けることがなんとかできるんだけれども、筋トレだったりだとかランニングだったりだとか激しい運動というのはなかなか習慣化っていうのができなかったんですよね。どうしても3日坊主っていうか、1日やったら終わるっていうことが多かったんです。ただ今は楽しく激しい運動が続けられるようにもなっています。おかげで80キロや100キロのバーベルが持ち上げられるようになったりだとか、ランニング大会で入賞もできるようになってきました。 それまでほぼ運動を続けることはできなかったんですが、現在は1日平均して60分以上は運動している状態です。ここまで運動すると体の健康にはあまり良くはないんですが、僕の場合はポジティブな感情を高める意味で運動しているところがあります。ではどんな方法かというと、ノーベル賞受賞者のダニエル・カーデマン博士が提唱している経験する自分と記憶する自分というものを使った習慣化テクニックです。 ポジティブな感情が高まる方法になってくるので、何かを続けるときにモチベーションが高いまま続けられるようになってきます。楽しい、やりたいという気持ちがあるからですね。この経験する事項と記憶する事項というのは、経験する事項が今この瞬間を体験している自分のことです。後から振り返って、ああ、自分は頑張ったな。あの時は充実したな。あの時は楽しかったな。というのが記憶する事項ですね。 この2つを高めていくことによってポジティブな感情が湧いて行動がしやすくなってきますではどんな風にすると楽しいやりたいという気持ちが湧いて行動が続けやすくなるのかとなってくるとこちらのピークエンドの法則っていうものを使いますこのピークエンドの法則っていうのは自分が振り返った時にどこに記憶が残るかというものです例えば今のグラフだと一番感情が揺れ動いているというところが落ち込んでいるところですよねで終わりも下がっていますよね こうなってしまうとその行動の全体がポジティブなものだったとしてもネガティブなな記憶っってていうのが残りやすすくなってくるんですね冷静に考えると楽しかったとも思えるんですがふと記憶を振り返ると「うわぁ嫌なことがあったな」というふうな印象が残ってしまうのでその行動をまた行いたいという気持ちってなくなってくるんですよね。 例えば誰かと3時間遊んだ時に2時間半ぐらいは楽しかったんだけれどもそのうちものすごい嫌なことが15分ぐらいあってで最後の終わりもなんか面白くなかったとなってしまうとあーなんかあの人と会うの疲れるななんかあの人と会うとネガティブな気持ちになるなというふうな記憶が残りやすくなるんですね逆に3時間あって2時間ぐらいはあまり大したことない時間だったんだけれどもその時15分30分ぐらいとても面白い体験があったり最後にとてもいいことというのがあれば とてもポジティブな記憶っていうのが残りやすくなってくるんですね。なので僕たちの記憶っていうのは、その行動そのものが幸福であったかどうかというよりも、ピークが幸福であったかどうか、終わりが幸福であったかどうかというところが重要なんですね。これを習慣化のテクニックで使っていきます。例えば、運動の習慣をつける、勉強の習慣をつける、料理や片付けの習慣をつけるにしても、ピークと終わりを楽しくするということが大切です。 ただポジティブな状態がピークになるかネガティブな状態がピークになるかというのは初めのうちはコントロールしにくいのでまずはエンドだけを意識すれば、OK、です。ればで例えば運動をする時というのは疲れ果ててとても体に痛みがあるしんどいという思いで終わるのではなくて運動していてあちょっと今気分が乗ってきたなもう少しやりたいなと思ったところで運動を終えるとまた次もやりたくなるんですね。 勉強なども一緒で勉強をずっと続けてっていやーあと5分あと10分頑張ろうと思ってしんどい思いをしながら最後の5分10分頑張ると次から勉強が嫌ななものになってしまうんですね。そうではなくて勉強する時もあちょっと気分が乗ってきたなであるとかスラスラと問題が解けるなであるとか今自分はすごく理解してきてるなというふうにモチベーションが上がっている時に終わるとまた次も勉強したくなってくるんですね。 これは人間関係も一緒で自分の好きな人だったり仲のいい友達ととりあえず長い時間いようと思ってダラダラ過ごしてしまうと最後の方はだんだんつまらなくなってくるので終わりが悪いイメージになって次会うのめんどくさいなであったりだとか相手に対してネガティブな印象も持ちやすくなってきます逆に盛り上がってきてポジティブなところでじゃあそろそろ帰るわーというふうにそこで別れるとまた次も会いたいな会ったら楽しめるなという気持ちが残ってきます 相手に好かれたい時もポジティブな感情で終わるということが大切です。そうすることによってポジティブな記憶が残って、またあの人に会いたい、あの人のこと好きかもっとも思いやすくなってきます。このようにピークエンドの法則を使ってポジティブな記憶を残すと、またやらなくちゃいけないではなくて、むしろやりたいという気持ちが出てくるので、自然と継続しやすくなってきます。 このピークエンドの法則を使うと記憶する事項というのがポジティブになってくるので継続しやすくなってきます。あとは経験する事項、その時のポジティブな感情がどうであるかというところになってくるんですが、ピークエンドの法則で楽しい感情を残しておくと、改めてその行動するときも前向きな気持ちで行動しやすくなってくるので、ポジティブな気持ちで行動ができるようにもなってきます。なので、経験する事項というのも高まってきます。 しかも習慣化しているのでその行動自体に集中ができるあまり疲れを感じにくくできるのでポジティブな感情というのを味わいやすくなってきますなのでこのピークエンドの法則を使って習慣を作っていくと楽しい気持ちでまた次の行動ができてそれが継続していくうちにより楽しくなってくるというふうなものにつながってきます何か行動を続けていきたい習慣を作っていきたいという方はこのピークエンドの法則を試してくださいね メンバーシップではこのピークエンドの法則をさらに心理的に高める方法についてお伝えをしますピークのポジティブ感情を高めていくエンドのポジティブ感情を高めていくあるいは行動全体のポジティブ感情を高めていくという方法についてお伝えをしていきます使う方法としてはオペラントの条件付け理論ハーバードビジネススクール名誉教授の全身の法則など他の心理テクニックも入れて習慣化を作る方法についてお話をしていきますご興味がある方はメンバーシップから続きをご覧ください それではまた次の動画でお会いしましょう。